エヒタナ派に自由都市の特許状を与えるエルメ人で、ルクセンブルク女白エルメ人では、ルクセンブルク女白。ハインリヒ四世とアグネス・フォン・ゲルデルンの間の唯一の子。同盟の祖母に対して、エルメ人で二世とも呼ばれる。エルメ人でが生まれる前、すでに老齢であった。ハインリヒ四世は老いである、エノオハクボード・アンの世を後継者としていた。しかし、 72歳であったハインリヒ4世に娘、エルメジンデが生まれると、エルメジンデを後継者とした。このため1197年の父ハインリヒ4世の死後継承戦争が勃発し、最終的にハインリヒの医療は分割されることとなった。ボードアンはナミュール伯量をエルメジンデはデュルビウイ薄量及びラロシュ薄量をそれぞれ継承し、 ルクセンブルク伯領は神聖ローマ帝国の皇帝に戻されることとなった。皇帝ハインリヒロクセイは、ルクセンブルク伯領を弟ーに与えた。エルメ人では最初、シャンパーニュ伯アンリ2世と婚約していたが、1189年に解消され、エルメ人ではバルハク・ティボー1世と結婚した。ティボー一世は、ナミュール・コー・フィリップ及びそのニボードアンと交渉し、 ルクセンブルク博領の相続権を放棄させ、最終的にエルメジンデト・ティボー1世はルクセンブルクを継承することができた。ティボー1世は1214年に死去し、エルメジンデはリンブルフ公バルラム3世と再婚し、バルラム3世がルクセンブルク博となった。1223年、エルメジンデとバルラム3世はナミュールの相続権をナミュール公、 フィリップ2世に対して主張したが、不成功に終わった。バルラムの死後、約20年間、エルメ人では単独で、ルクセンブルク白領を統治した。エルメ人では初都市に自由都市の特許状を与え、領内を繁栄させた。伝説によると、ある日女白は、アイシャンにある城の周りを歩いていた。すると、丘から降りてくる女性を見かけた。 その女性は洋費にくるまれた赤子を抱いており、その洋費には黒い十字が書かれていた。助白はこの女性は聖母マリアであると確信し、この地に後にクレール・フォンテーヌのノートレダム修道院となる修道院を建設することを決め、この地に埋葬されることを遺言としたという。実際にはクレール・フォンテーヌ修道院は息子ハインリヒゴ星が建設した。 この修道院は18世紀にフランス軍により破壊された。1875年から1877年にかけてイエズス会が古い教会を含む修道院の一部を修復した。その際、イエズス会修道師マルティンポールが1875年5月11日に人骨と共に破壊死を発見した。また人骨の側にはここにルクセンブルク及び ナミュール女白、エルメジンデが眠ると書かれた額があった。1747年、フランス軍により、修道院が破壊される直前に、修道女たちがここにエルメジンデの遺体を隠したので、あった。現在、エルメジンデは、クレール・フォンテーヌ修道院の地下室に埋葬されている。最初のオットバル・ハクティボー・一世との間に、以下の子女を設けた。 二度目の夫リンブルフコバルラム三世との間に以下の史上を設けた。ありがとうございます。